ご近所さんの気楽なステージ。どうですか、お酒の周りは。いや別に秋の夜長にしてもいつでも変わんないけどね。うん、もう収録ギリギリまで飲みたがるってどうなんですか。もう僕が坂本さん迎えに行った時もあとビール一本飲もうってもうめちゃくちゃ言ってたじゃないですか、うん、なんで収録ギリギリまで飲みたいんですか。いや別に仕事終わってからだからね。まあこれも仕事の一つ、これも仕事ですよ。仕事なんですけどね、はい、そうまあ昼間の仕事が終わってああやれやれもう一個仕事あるかと思ってね、はあ、あ一杯飲まないとやってられない。いやいや、まあこういうことで今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。こんにちは、マガルームのイカレタステージ始まりました、お相手は久しぶりのエマルと朝日です。はい、今日もどうぞ元気によろしくお願いします。よろしくお願いします。今突然お知らせなんですけど、マガルームの自主企画のイベントが近づいてきてます。まあ、詳細を言いますと詳細を言いますと9月23日の土曜日にジョン・ケージ没後25年特別企画世界未来音楽会議現代音楽とポップスの向こうへを開催します。マカロンは8月12日にケージアートっていうジョン・ケージの楽譜を再現するっていうような、ね、取り組みをしました。その、リリースイベントでもあり、ジョン・ケージの没後25年記念の特別な企画でもあります。9月23日土曜日、下北沢モナレコードに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、何もあるさんでいい。うん、なんかうん、私が話すのはまた中身がない話ばっかりしかできんからな。ああいいや、どんなの話。いや特に何もないよ。あいいよいいよ、何の話。うーん、あーそう、最近家の近所の毎年楽しみにしとった拳の木がね、うん、切られてしまって、うん、すごい悲しかったよ。近所の花木か。うん、拳の木が毎年3月に花をね、白い大きな綺麗な花をねつけて毎年すごく楽しみにしとったんやけど、そこが切られとってね、すごい残念やったんやけど、そこの木を植えとった家も一軒家の人が植えとって、そこもなんか家のドアがもう外れとってで、ゴミがすっごいあって2階の窓も全部開けられて。怖い話がしたい怖い話どういう話なんそれ。いや、それであ話し方もおかしいやろ、テンションも暗い。いや、それでまあそこにね、そこの一軒家の前をよく通るよって、うん、ある時そうやって拳の木が切られとって、家の中がゴミだらけでドアも外れて窓も全部開放開けられとって、古い家ない、うん、あおじさんおらんくなったんかな、もしくは亡くなったんかなとかちょっと思ってね、うん、
すごい悲しくなってね、うん、まあ、拳の木がなくなったのも悲しいし、その家の住人がいなくなったっていう気配をね、うん、感じて、しかもその家の入り口ぐらいまでゴミがブワーっとあったわけ、ゴミだらけ、もうなんていう、もう綺麗に整えられてなくてっていうのが、なんかそれまでのそのおじさんの生活をね、こう思わせる、うん、すごい悲しい気持ちになってね、うん、しばらくこうその家を眺めてしまったね。話が全然発展ができん、いや、そういうなんか急に今まであったものがなくなったりするってなんか悲しいねっていう話、うん、ってわけでもないや。まあそういう話にもなるね。なるっていうのはどういうこと？今棚からボタン持ち。そういう話、とも言えるっていうこと。いや、それで言ったらさ、うん、拳の木じゃないけど、うん、今まで音楽やっとった友達がね、うん、急に音楽やめるやろ、うん、そっちの方が悲しいんじゃない？そっちのがってのはちょっと比較はちょっとどうもできん。嘘やろ、うん、できん。スミチョンが音楽やめるのと拳の花がその辺の拳の花が切られるの一緒？いや、一緒っていうか、やから別物って感じ。別物っていう感じ。まあスミチョンが音楽やめることの悲しさっていうのは、なんていうか、やっぱ一生懸命やってきて、スミチョンが音楽だけでやっとるっていうのはうちはすごいなと思ったし、尊敬しとったからさ。いや、スミジュンなんか大学生のさ、まあ、大学の友人よ、うん、スミジュンって、もともとスミジュンってね、ハロジーっていう同人オタク系のなんかサークル作って、うん、もうめちゃくちゃ売れとったけどさ、でマカルームもね曲提供したりしよって、うん、スミジュンはもう大学時代もういち早く商業音楽に手を伸ばして、うん、もう憧れの的やったよね、みんなの、うん、だって俺らはさ、大学行きながら音楽理論とか勉強してさ、うん、なんか譜面になんか音符書いたりしてる頃に、まあ、スミジュンはもうすでになんか数百万の貯金があったからねだから高校時代ぐらいからもうメジャーレーベルの CD にね楽曲提供とかしよったからね、うん、やっぱりずっと続けていくんやろうなと思ってたから、全員スミジョンが引っ張ってたからね、うん、この周り、例えばこのソフト使って音楽作るとかさ、うん、こういうパソコンでこういうスペックがあった方がいいとかあのパソコン買った方がいいとかいうのをスミジョンが全員俺らを引っ張ってったからね、すごいよね。俺もジョンもマッツンも、うん、スミジョンになんていう案内されてパソコン屋に行き、パソコン作ってもらったからね。うーん、すごいね。で、ま、なあのみたいな山ほどもらったしさ、で作り方とかね、ノウハウとか全部教えてもらって、で最初の仕事ってスミジョンからもらったもんね。うん、だから俺もジョンもマッツもそうじゃない、最初の音楽の仕事ってスミジョンに斡旋してもらった仕事やろ。音楽でどうやってお金を稼いでいくかみたいなのを全員を引っ張ってくれたリーダーみたいな感じだったね、スミちゃんは、うん、いやだって俺らの音楽仲間みたいなのおるやん、大学時代から知り合いのさ、うん、ジョン、マッツン、まあ、ボブとかもね、うん、スミちゃんこれ一番スター選手やったやろ、どう考えても。うーん、そうなんかね、知らんっけいや、そうやろでも倖田來未のリミックスしたりよ、うん、有名ななんかアレンジのシリーズに名を連ねたりとか、ゲーセンで流れとるからね、スミちゃんの曲すごいね、うん、まあカラオケにも入っとるし、うん、我々の中の秋元康みたいな感じだったよ。そう、もうお金を稼ぐっていう観点から音楽を作ると考えたらどうするべきかっていうのを全部教えてくれたよ、うん、だからね、それが音楽やめるってなったらもう夢も希望もないわみたいなとこがあるよね。そうなんかね、うん、まあ辞めるって言うけど分からんけどね。いやいや、まあ辞めるという言い方はしてないよ多分、うん、まあ、ハロジーっていうサークルを活動休止、うん、っていうだけで、音楽辞めるとは言わんやろうけどさ、うん、でハロジーが唯一の音楽的な収入源やからね、うん、
それ以外の音楽活動ってやってないわけやから。思い返してみると古株で言うとみりんちゃんとかもですね、うん、電波組の古川みりんちゃんとかを見出した。そうやね、電波組を最初に見出したのがハロジーっての意外と知られてないよね。そうやね。ねえ、あの子見出し電波組よか分からんけど、まあみりんちゃんをすみちゃんめっちゃ押しとって、うん、押しとるというかもう完全に惚れとるだけやったけどね。いやでもうちもやから、それですみじゅんからみりんちゃんっていうアイドルがおるって聞いて、うん、みりんちゃんに告るかどうかって俺電話で相談受けた。分からんけど、まあなんかみりんちゃんがすごい可愛いって聞いて、うん、でもなんか私もなんかみりんちゃんってすごい素敵じゃんとか思ってさ。そう、いやでハロジーの CD に参加したやんみりんちゃん、うん、で打ち上げとかもさ、うん、まあ俺あんま話してないけど、まあ元気な、うん、こう元気やったかな、元気っていうか人見知りな感じやった、人見知りやけどさ我々になんか興味あるようなさ、うん、話したいみたいな気を使ってくれとったのはあって、うん、感じはあったやんか、うん、こういう子がおるんやみたいなさ、うん、感じで、でスミチュンはちょっとみりんちゃんに惚れとって、うん、告白しよっかみたいな話をしよってさ、うん、でいやもうどっちでもいいんやないみたいな感じだんやけどさ、うん、俺からしたらさ、うん、でまあみりんちゃんともう一人好きな子がねスミチュンおってどっちを告白しようかみたいな、もう知らんと、知らんのやけど、うん、なんとなくみりちゃんの方が可愛いなと思ったから俺は。なんとなくよ、みりちゃんでええんやないみたいな感じのなんとなく言ったような気がするんやけど、まあ、結局告らずにいるままで、うん、っていう時にさ、何のタイミングやったか忘れて、コミなんかそう M3 とかそういうイベントのタイミングでさ、すみじゅんと俺とエマルの3人でさ、うん、3人やったかな、ディアステージに行ったよね。そう、うちが行きたいって言ったんや。行きたいって言ったんや。そう、みりんちゃんが働いとるとこに見に行ってみたい。うん、ディアステージっていうなんかそういうなんちゅうの地下アイドルみたいなのがライブしたりするような、そう、どんなところかもわからんかったし、バ ー,、ね、うん、バーみたいな感じなんや、カフェみたいな感じ、バーみたいな感じなんやけど、ライブバーみたいな、うん、そう、アイドルが、売れてないアイドルがライブするみたいな、うん、そこでみりんちゃんがね働いとって、うん、で当時みりんちゃんがなんかいい話が来とるらしいみたいな噂あったよね。あ、そうなん、いや分からん、いやなんか、うん、そういう商業的な香りがちょっとするぞみたいな。あ、そうなん、そう、なんかそれが電波組やったんやけど、うん、で、あ、いいよいいよみたいな、すみじんもさ、あ、もうディアステージのこと俺分かってっからみたいな感じでさ、もう、あ、なんかもう半分俺のみりんがみたいなさ感じやったやん。どうやったかな、覚えてない。いやでもディアステージには言ったら、あ、みりんちゃん多分一緒に席ついて話せばいいやんぐらいの、全然話せる雰囲気やからみたいな感じでさ。そうやったかな、いやそうやったよ、覚えてないけど、うん、もうすぐ一緒におんぶで抱っこで、うん、我々はさ慣れてないからさ、うん、連れてってもらって、まあメイド喫茶に初めて行くような感覚よね、うん、ちょっとオタク文化を体験してみようみたいな、うん、感じで行って、びっくりしたね、みりんちゃんがみりんちゃんがもう変わってしまった。もうほぼ無視。いや、あん時なんかお客さんがおって、いやいや、おらんかった、おらんかった、もうめちゃくちゃ無視しとったやん。あ、そうなん、それは怒られた、びっくりしたね、なんか俺悲しかったもん、あー売れたんやみたいな感じで、スミジュもなんかすごいショックそうだったね、なんか、うん、いやだってハロジーがさ全く何の音楽活動もしてないみりんちゃんを歌が歌えるかもわからんようなさ、うん、でもそういうのやってみたいみたいな、うん、っていうみりんちゃんをさ曲作って、うん、でギャラまで払って CD に収録してみたいな、うん、感じでやってって、あ、スミジュさんもう頭がわからないですみたいな感じやったのがさ、うん、ある日を境に会ってみたらほぼ無視みたいな感じでさ、で我々の席に一回も来てくれない、や一瞬さ、あ、どうもみたいな感じで会って、うん、それ以降店出るまで来んかったね。まあね、避けられとったってこと。いや、全然気づかへんだよね、うん、気づいてないよ。いや、なんかやから忙しいやな、 MR はそういう子やわ、
もう純朴で、いやでもそういう人間関係みたいな気づかん子やもんね。でもそうじゃないかもしれない、みりんちゃんは本当に忙しかったのかもしれない。もうやめとこうこの話。いやうちは無視されたっていう感覚。電波組ても解散しとる。いやまだやっとる、うん、ああそうか。じゃあ人気者よ。あ本当。あじゃあちょっと YouTube のタイトルには電波組 VS ハロジーっていうとこ。そらへんもうスミジュンに怒られてる。怒られる。いやでも別に事実やし、ハロジーももう縮小しとるし、スミジュンもうやれやれって感じじゃない。分からん、それはうっぷん溜まってると思うよ。うーんだハロジーから売れた人って何人かおるよね。おるね。ゆよゆっぺとか。ゆよゆっぺさん、ね、まあハロジーからなのかもしれないけど。からではないか。でも、うん、ハロジーよ通ってその後みたいな感じで、なんか結構有名になった。他にも誰かおられたっけ。コマンくん。コマンくんか。コマンくんめっちゃ有名になったんじゃないの。よく知らんけど、でも、うん、なんか歌とか出しとるような気がする。まあ、有名っていう噂は聞くね。だら俺らがその界隈知らなすぎるからコマンくんって言われても分からんけど、他にもおるんやろね。あと七平さんとか、うん、は有名なの。なんかうん、花たんとかかな。花たんあれはそうでもない、うん、分からん。まあでも同じ界隈やろ。でもなんコミケやろ。うん、いやでもメジャーでCD とか出しとるのが七平さんとか、うん、コマンくんとかゆえゆっぺさんは割とメジャーから出てとんじゃないかな。花たんは出してとかよく知らないね。うん、一回ちょっといろいろ洗い流してから再スタートって感じじゃない。今いろいろ思ったけど、確かになんかすみじゅんって本当にさあスキルもあって人にもいろいろお世話してきて、うん、でもなんかこうスミジュンの中で得られるものがなんとなくこういろいろ苦労してきたんやなっていう感じがあるね、今振り返ると、うん、でもこんなん話せば話すほど、うん、みりんちゃんの話は良かったけどさ、今、うん、電波組って有名やから、うん、それ以外の話はもうオタクしか知らんもんね、うん、もうどうでもいいか。じゃあ、今日はここまでで、ありがとうございます。また、私が出てくることもありますけれど、その時はよろしくお願いします。では、またの機会に。またの機会に。なんか障害者がこの間も送迎の車の中で知的の障害者の人が置き忘れられてて、まあ熱中症じゃないかと言われてるけど死んでたりね、はい、つい最近はなんか腰の骨を折って脾臓が出血してたとか、うん、まだ原因なんでかってのは分かってないみたいだけど、虐待もあったのかそれもはっきりは分かってないんですけど、うん、障害持ってる子が虐待されるみたいなこと多いんですか。結構多いと思う、うん、ただそれが表に出なくても結構多いんですよ。はい、ね、障害を理解してない、障害を理解してないというのが一番の問題なんだろうなと思うんですけど、ね、はいはい、親ですら理解してないっていうことですか。親も理解してない。虐待って誰がしてるんですか。親じゃないですか。親もするし、あのその障害者に関わる人、はあ、例えば施設の職員だとか、はい、そういう関わる人が虐待をするわけですよ。職員が障害を理解してないんですか。してないんですよ。あ、そうなんですか。それじゃあもう一般人の我々はもっと理解できないですね、うん、できないよね。
その人によってはここでじっとしてここで座ってこうやって作ってるよって言ってもふらついてすぐどっか行っちゃう、うん、そうするとそれを捕まえに行って連れてきてダメだよって言ってもまた出て行っちゃう、うん、そうするとひどいところになると足にその重りをつけちゃう、うん、動けないように、はいはい、これはもう完全なる虐待ですよねそうですね、だ障害を抑制しようとしてダメですよね、抑制できないから、抑制できないんです、それを抑制しようとしてるんですよ、うん、もう解放しないと、うん、もう外に出たら変なことになるって言うんだったら変なことになると認めて生きていくべきです、そうそう、生かしていかないと、うん、県庁の職員は頭に来て、うん、虐待をする、なるほど、障害を克服するっていう言い方あるじゃない、はいはい、ね、克服、僕はね障害なんか克服できると思ってないんですよ、はい、できたら障害じゃないですね、じゃないでしょね、はい、だから障害なんか克服できないんですよ、障害は障害として認めないといけないんですよ、そうですね、例えば視覚障害とかだったらもう目が見えないのはどうしようもないって分かるじゃないですか、はいはい、でも知的障害とかで例えばじっとしてなさいとか言ってしまう気持ちは分かりますけどね、なんか、うん、でも気持ちは分かるわけで、はい、でもじっとできたら障害じゃないんですよ、はい、じっとできないですよね、できないのが障害なんで、それをでもじっとさせなきゃいけないっていうのはちょっとおかしいですよね、それはすごい酷でしょ、酷ですね、だからそういえば前に野島さんの被害者が出てきた時に、はいはい、じゃあ最後に野島さんに一言言いたいことがあったら言ってくださいって言った時に、うん、被害者の女性の方が、はいはい、これからは反省してまともな人生を送ってくださいって言ってましたけど、もう無理ですからねそれができたらやってないですからね、そう治らないっていう、そのまともな人生って、はい、まあ、健常者が考えるまともな人生なんだから、はい、健常者と同じレベルのまともな人生ってのはこれは歩けないですよ、そうですね、うん、その障害というのを認めない、まず認めるところからスタートしないと障害者の問題って何も解決できない、うん、やっぱり知的障害なんですけど、その放火があったんですよ、うん、雨の日に、うん、ね、それでたまたまその辺をうろついてたその知的障害の人が、はい、ポケットをの中からライターとドライバーが出てきた、うんうん、それで警察はこの人が犯人じゃないかと、うん、いうのを当然ライターも持ってたんで、うん、この人が犯人じゃないかってことで捕まったわけですね、はい、それで本人はやりましたって言っちゃったわけです、はい、本人がやりましたって言っちゃったらもう犯人になっちゃうじゃないですか、はい、でも知的障害の場合ってよく誘導尋問っていう言葉ありますけど、はい、すぐ誘導されますからねそうなんですよ、はい、もう僕もなんかインタビューで知的障害の人と話してたらなんか勝手に誘導しちゃうんですよね、そうそうそう、でなんか僕が言ってほしい発言になんか持ってっちゃうみたいな、持ってっちゃう、で向こうもなんか乗せられて、うん、そうすると、はい、すぐそういう、いや彼らを誘導するの楽ですよ、ね、楽ですよ、はい、だからその彼がはいやりましたって言っちゃうのも楽なわけですよ、そうですね、雨の降ってる日に、はい、結構ザーザー降りだったらしいんですけど、はい、ライターで火をつけられるかってのね、うん、それだけの結局ちょっと技術がいります、ね、技術がいるわけじゃん、はい、それができるのかっていうことなんだけど、本人がはいやりましたって言った以上はこれすごい変な見方すると
例えば車椅子の重度の人なんか、かえって刑務所に入ってる方が楽な生活できるもんね、はい、解除する人が常にいるじゃない。まさか垂れ流しはさせないでしょうから、はい、トイレって言えばトイレ連れてってくれる人が来るだろうし、はい、それどういうことなんですか。介助者も一緒に刑務所に入れられるみたいなことなんですか。いやいやいや、刑務所専門のなんかいるんですか。だから刑務官っているじゃないですか。刑務官が刑務所の見張りをしてる人とか、はい、刑務官がやるんですか。そうでしょ。それでもだって障害のこと何も分かってないでしょ。分かってないですよ。うわ、嫌やわ、そんな素人に介助させられるの。うん、分かってないけど我慢してるよりは、はい、いいでしょうし。いやでもそれこそいじめられそうじゃないですか。なんか刑務所で普通の刑務官に重度障害が解除させられてて、てか重度障害なんか刑務所入れられるんですか。あ、入れられますよ、犯罪すれば。あ、意味あるんですかね。まあ意味があるって、なるほどね、はい、動けないですよね、まあ、逃げもしないし。野島さんとかもね、2ヶ月ぐらい入ってたって言ってたじゃないですか。はいはい、だいぶなんか普通だったみたいですよね。そうそうそう、だからもともと家を持たないような生活してるから、うん、でも本人は嫌だって言ってましたね。そうなんですか。ああ、嫌って言ってました。言ってましたよ。あ、じゃあやっぱり嫌なんですかね。うん、それは何でかっていうと、うん、結局好きにあちこち行けないじゃないですか。ああ、そっか、女もいないしね。そう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 、うん、そっか、そこですよね。そう、うん、まあ、全員そうですけどね、刑務所入れる人は。それが嫌なんですけどね。どっか行きたいと思っても行けないじゃないですか、はいはい、当たり前のことを言ってるんですね、うん、だから嫌だ、はい、ちょっとまた出ましょうよ、どっか外に。そうですね、うん、もうどんどん聞いてください、うん、意外とこの前の子ども食堂の回とか反響大きかったみたいなんで、うん、まあこういうことで続けていこうと思いますんで、ラジオ機の皆さん、また来週よろしく、はい、ではまた来週、はい、さようなら。番組に対するご意見ご感想、福祉に関するご質問、情報コーナーで放送してほしい情報、またゲストコーナーに呼んでもらいたい人、団体などがございましたら、次のメールアドレス、ファックス番号までお寄せください。メールアドレスは gs@fm767.net gs@fm767.net ファックス番号は 048-229-9434 048-229-9434